皆さん、こんにちは。今日はちょっと講談社の方から著作権の問題があったので、取り直して、削除のやつを、取り直したいと思います。ですね、遠足については、小学校でわりかし行ったんですけども、高校でもね、一応なくはなかったですよね。登山についてはですね、ちょっと危ないなというのはね、今から思えばね、思いますけれども。で、ニーチェについてはね、ちょっとこの次のスライドあったんですけども、ちょっとね、削除になりましたので、今回はこれで取り直しになります。ありがとうございました。